Let's do this Haddonfield, okay? Oh, hello there! Run. ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日もサバイバーで遊んでゆくわよ。最近よく私らが話題にしてる霊のパークを持ってきたわ。絆に有能の証明か。おまけにストライクにデッドハードか。クソ本気じゃねえか。もしガチで戦うならこれの方がいいのかなって思って。やはり冷静に考えてみればキラーが一番厄介なのは、発電機を修理される、これに尽きるわ。そうだな、どれだけ釣りペースが良くても発電ペースがより速けりゃ苦しいもんな。そこで、発電速度を加速してくれるのが有能の証明。一応逆境魂も速くしてくれるけど、これは条件が厳しいので今回は割愛。最近は負傷状態のままだとまずいキラーが多かったりするからな。さて、早速桟橋の発電機を修理しましょう。ちょうど味方が近くにいるからいきなり有能が発揮できるわね。自分が有能持ちだと味方がついてきてくれること多いから助かるぜ。逆の場合はぜひともついていってあげよう。と、残念ながら有能はここまでみたいね。キラーが近くまで来たわ。一旦隠れましょう。今回のキラーは誰だろうな。専用 BGM じゃないキラーだから特定は難しいけれど。お、離れたかしら、ならば戻りましょうか。あ、キラーの姿が見えた。今回のキラーはカニバルだな。このステージなら割と戦えるんじゃないかしら。板もそこそこ多いところだし。おっとびっくりした、ミンちゃんと合流ね。そういえば破滅は今回ありそうだな。ありそうっていうか、あるわね。最初発電機触ってたのにゼロまで交代してたし。ああ、そうか。あとは節があるかどうかだな。まあ高確率であると思うわね。あや、戻ってきたか。これは不協和音の可能性を考えた方がいいかもね。とにかく今はミンちゃんがチェイスっぽいから別の発電機探さないと。ここはやった方が良さそうね。そうだな、すぐ近くに板があるとはいえ危険なところだからな。さあ味方二人と合流して修理終わるわ。ってまず生きてる。カニバル相手だと無理やり修理が危険だから仕方ないな。今のは間に合ったかもしれないわ。まあ地獄絵図にならずに済んだからよしとしようぜ。なんやかんだで残り2台となったわ。状況は？まだミンちゃんが初釣りだから割と優勢。これは救助いけそうかな。キラーが完全にチェイスし始めたのを確認した方がいいな。これはいけそう。もう一人もいるからこのまま発電するのもありだな。もちろんそうするつもりよ。後ろに来てたクロスケも発電してるし、いい連携取れてるわ。おっと、回復欲しいならそっち優先しますか。発電量を見てもそこまで進んでなさそうだし、回復して良さそうだな。ただ、ナンシー釣ったらこっちに来るでしょうね。まあカニバルだし高確率でバベチリはあるよな。てか有能ありで3人修理だとバグみたいな速度だな。これこそ有能の真骨頂。ああそういえばそろそろ破滅を壊しておきたいわね。いくら残り2台でもワンパンキラーだと不安が残るわ。と、ここでやはりカニバルが来たな。私じゃなくて別の人見つかったから私はまた救助行くか。でもこの動き、読まれたらまずい。と思ったけど別の人追われてるから大丈夫そう。今回のキラーはあんまりキャンプしない立ち回りだな。そのおかげか知らないけど、私今回一回もチェイスしてない。そんな回、シリーズ始まってから初じゃないか。たまにはそんな回があってもいいと思う。でも取れ高的には罰だけどね、メメター。さて、ミンちゃんがチェイスしている間に発電しよう。ここだいぶ戻っちゃったな。まあなんとかなる。お分かりいただけただろうか。ちょっと待って、今スキルチェック消えた？ああ、途中で消えたな。多分ラグかなんかで消えたのかな？だといいが、一番最悪なケースを考えたくないな。スキルチェック画面消失バグ。そんなバグあるわけないわよ。だって私もあんたもこんな現象見たことないでしょ。確かに私もこんなのは初めて見るな。ああ、5本、ちょっといいかな。このタイミングでこいつ出てくるってことはこれ最悪なケースってことだ。まだ何も言ってないのに。まあでもお察しの通り、調べてみたらバグリストにスキルチェックが表示されないバグはあるらしい。おかげで爆発したわ、ありがとね。これもう屈伸修理するしかないの。今のところ、このバグが発生したら対処法は屈伸修理するしかないね。頑張って。頑張ってじゃないわ。破滅もまだ残ってるから誰かと一緒に行動必須ですがな。おまけにチェイス入りますわ。さっきからお前は誰なんだ。
あ、まずいこれナンシーが見つかるわ。クロスケは救助に行けてるかしら。お、いいタイミングでの救助。でもこれ一気に私はきつくなったわ。早くトーテム見つけないとな。お待たせナンシー。お前今回ほぼ救助してるな。これもやはり絆があるおかげね。しばらく絆が手放せなくなったかもしれない。お、ナンシーも発電機やってくれてるから屈伸に変えるか。これはさすがにキラー来る前にやりきれるな。あとは破滅のトーテムね。多分これ修理したら私が救助に行くことになるだろうから。道中で見つけられるといいけど。バックウォータースワンプのトーテム配置ってややこしいよな。そう、マップの端っこまで生成される可能性があるから厄介なのよね。ひとまず救助に向かおう。残り1台だが、塊は大丈夫か。あ、こんなところにあった。塊は大丈夫、割とばらけさせることができたわ。あとはあのトーテムさえ壊しちゃえば楽になるわね。あれ、なんか味方の位置見えるんだが。あれはナンシーのアフターケアね。右下にもアイコンがあるし。ちょっと待ってこれ戻ってきてない。私がチェイスするか。今回の試合で唯一全く釣られてないし。チェイスポイント欲しいし、それが本音かい。おや、音楽止まった。怪我してるクロスケを探してるっぽいな。じゃあ破滅壊しちゃおうかな。もしかしたら節がまだ残ってるかもだけど。さあどうだ？ゴミ、シンプル悪口やめい。無事通電はしたけど、ナンシーが召された。しかもミンちゃんも釣られるな。クロスケの回復終わったら救助しましょうか。ただ、カニバル相手だと通電後の救助は至難の技だな。そうね。ボロタイあってもチェーンソーの前じゃ無意味だし。あ、と思ったら終わりだったのね。やべえ忘れてたけどスキルチェックバグってるんだった。さすがに初めてのことで忘れもしちゃうわな。ちょっと時間が余ってるからもう一戦行きましょうか。パーク構成は今回と全く一緒で試合します。またここかい。びっくりしてハモっちまったぜ。何度も言うけどここのトーテム探すの面倒なのよ。ひとまず2階の発電機直そうかしら。あらあら、皆の衆を揃いで、有能の証明しちゃおうかしら。さすが絆だ、味方の位置把握がしやすい。そういえばさっきの試合でッハとストライクが腐ってたわね。よくあるパターンだが、まさか1回もチェイスしないわ釣られないわで腐るのは非常に珍しいな。第一村人に定評がある私らがこんなことが起きるのは奇跡ね。悲しくなるから私を巻き込むのはやめてくれ。珍しいバグにも遭遇したし、とにかく今回は奇跡かいね。そんなことがあった後でこの試合とレダカールの、実はずっとそれを考えてた私であった。まあ普通にやっていきましょうか。もう一台も直りそうよ。そういえばキラーって誰だ。船の上からも見えたけど、エクセキューショナーよ。ナイス救助と発電。おっと、結構な無理救助になってしまったね。でもストライク警戒で放置するんじゃないか。様子を見る感じ、アダムを追い続けてるからそうね。ならばもうすぐに回復してあげましょうか。三角様はストライク潰しと言われているキラーだが、反問状態じゃなければその心配はないぜ。板のところに反問を敷いて踏ませる立ち回りだと厄介だから注意が必要だ。まだアダムがチェイスしているからこのまま治療続けるか。ふと思ったけど、味方にバフを撒き散らすパーク構成も面白そうよね。例えば有能、リーダー、都会の生存術、手札公開とかか。手札公開は確率だからなるべく絶対バフかかるやつにしたい。そうなるとそうだな。あ、ネズの番とかは？なるほど、普段使わないから全く思いつかなかった。じゃあ今度それで遊んでみよう。あ、この試合も忙しいか。まぬけめ。完全油断サバイバー。あ、あれ、修理できない。あ、この発電機そっちからだとできないやつだ。あの謎空間に土黒でも置いたらどう？それ逆に騙されると思うがな。お前まさかまた今回もノーズリか。その言い方汚らしいからやめてくださる。確かに一回も釣られてないしチェイスもしてない。おっとここでネア負傷なら私が救助に向かおう。この光景一個前でも見た気が。なんなら同じマップだし。あ、でもさすがにバグは治りました。さすがにあの後また発生すると怖いので PS4 再起動してきたわ。その判断は賢明だ。なんだろう、今まで感覚がおかしかったのかこうも自分が平和だと眠くなってくる。忘れてるかもしれないが今ですゲーム中だぞ。これ味方が強いわ。終盤で気がつくことか。もしかして地獄絵図。いや、そこまでではないけどアダムがやられたのは計算外。あれ、今檻に送ったんだ。ワンチャンフックが近くになかったからかもな。ペイルローズだからどうせ端っこに送られるでしょう。あ、あれは救助任せて問題なさそう。時間もないしもう脱出しちゃいましょう。お疲れ様。ということで、いかに有能の証明が壊れか分かったかと思います。これは今後も持っていくのか。いいえ、だってそんなことしたら、取れ高ないから二度とつけない。結局そうなるのか。